では、今度、パート3で、あの、クリップ、オープン AI のプロジェクトのクリップの話をしようと。これはだから、あの、まあ、あの、まあ、いろんな研究は同時多発的に起きてたんだと思いますけれども、あの、トランスフォーマーですべてうまくいくんだっていう流れから、その、まあ、 あの大規模言語モデルを展開してマルチモデルに適用しようって流れが起きてきたわけですけどそれの現在版特にテキストとイメージの関係についてはこのクリップの論文が一番あの正確に現状を見ているような気がしますそれをちょっと紹介しようというふうに思いますでクリップはあのまあこれはイメージとテキストを結合するでそういう意味では大規模言語モデルを マーキモーダル。特にテキストのイメージの結合という点では、オープン AI の中心的なプロジェクトと考えていいというふうに思います。で、オープン AI はクリップを次にを紹介しています。クリップと呼ばれるニューラルネットワークを導入し、ナチュラルラググエッジスーパービジョン。これ大事な概念ですね。で、自然言語を用いて、いろんなその学習を監督する。で、視覚概念を効率的に学習する。クリップは GPT-2 や GPT-3 のゼロショット機能と同様に認識するカテゴリーの名前を与えるだけであらゆる資格分類、ベンチマークに適用できる。というふうに言います。ここでのキーコンセプトはナチュラルラン l ジースーパービジョンというやつですね。その意味は後で説明しますけれども、それを資格概念の学習に活かすという意味です。で、ナチュラルラ a l ジースーパービジョンを説明したいので、その前にクリップ の登場の背景を見ておきましょうでその背景をオープン A はとても率直に語ってますディープラーニングはコンピュータビデオに格上をもたらしたで現在のアプローチにいくつかの大きな問題がある最大のものはデータセットの問題だとオープン A は言いますでベンチマークで優れた性能を発揮するモデルもスト,あのストレステストで失望するほど低い性能しか発揮できず コンピュータービジョンへのディープラーニング的アプローチ全体に疑問を投げかけている。このシビアなんですよ。で、まあ僕は,僕は特にイリアのアプローチは非常に率直で問題点、何ができて何ができないのか。で、そこをはっきり見極めるっていう点では、あの、とても優れた、あの、見方をしているというふうに思うんですけれども、 かなり、あの、あれですね、ディープラーニング、コンピュータービジョンでディープラーニング的なアプローチが有効なのかってことにも疑問を持ってるという、そういうスタンスなんですね。で、データセットの問題に戻りますけど、どういう問題があるかっていうと、あの、ビジョンドランソーマーのあの、イデオロギーっていうのは、インダクティブバイアスフリーなシンプルなアーキテクチャでもデータセット規模を拡大すると、 画像認識の性能を上げられるということを強調して、大規模な訓練が機能的バイアスで勝るってことを発見したんだっていうのを豪語してるわけですね。で、それに対して OpenAI のクリックのアプローチは少し違ったものです。データセットをどう作るかが問題なんだって話、そういう問題意識から始まるんですね。 で、典型的なビジョンデータセットは作成に労力とおのすが現実,現実的ですね。もうあの、インダクティブバイアスフリーだったら大きなデータセット作ればそれで勝てるんだって話なんですねで、データセットはあの実際にはそう簡単に巨大化できるわけではない。で、しかも今までのビ,ビジョンモデルいうのは一つのタスクとにしか向いていない。 で新しいタスクも適用されるためにはいろんな労力が必要となるんだっていう話をします。例えば、イメージネットは一つの画像に一つのカテゴリーが割り当てられています。ただ、像の画像には像というラブルが作られているだけなんですね。このようなデータットで訓練されたシステムは、提示された画像が何であるかという質問に答えられるかもしれませんが、それ以外のタスクには対応できません。 で、しかし画像についろんな対応に立つが存在してる。それはどこそこはどこ何をしてるのっていうのも当然一つの画像を提示したときに、そういう疑問は当然出てくるんですが、ね、そのイメージネットのラベリングだと像っていうしか答えがないんですね。で、そういう問題を解決することを目的としたニューラルネットは、それがクリックだっていう理うに言うんですね。 で、まずデータの作り方ですけれども、あの、インターネット上に豊富に存在する、あのー、多種多様なナチュラルラングウィッスーパービジョンを用いて、多様な画像で学習される。これは重要なあるですで、ラベルをいちいち画像について人間が人手でつけるんじゃなくて、画像とその、ナチュラルラングウィの、あのー、説明ですね。そのペアをまず考えるということをですね。 で、ゾウがいる画像に像っていうラベルを一手で一つずつつけていくんじゃなくて、その画像に動物園でゾウがリンゴを食べているテキスト対応もう、まあ、そのこんなのはネットで見つけるのは簡単ですね。で、この画像とテキストのペアを画像データセットに加える。そうしたデータセットっていうのはネット上にたくさんありますね。ナチュラルラングミススーパービジョンっていうのは、 自然言語で書かれたテキストの意味を抽出して、その意味の管理のもとで画像資のタスクを行うということですね。それはあの自然言語、テキストが画像の意味を与えるというふうに考えればいいと思います。えー、どう訳せばいいんだよ、わかんないない、だ自然言語監督。まあいいか、とも思っています。 例えば、イメージネットのようなデータセットで、この画像は何という画像に引き立つたいな人は像と答えるしかなかったんですが、ね、この新しいデータセット、ここはどこ動物園。何をしてるリンゴを食べてる複数の画像に引き立つくに対応できます。で、細かいことなんですが、ね、画像と対応るテキストはもはや単なるラベルではないんです。で、それは何々の画像、像、絵を見て像って答えるのあまりにも、 あのでですねで正確に言えばっていうか、デフォルトで言えば、それは像の写真ですと答えるのが、写真の画像の意味を記述するのに近い。だから、このクリップでは、あのラベルを、カテゴリーを返すってことはないんですね。だから、まずそれは像の写真ですっていうのを、 あのデフォルトでにこれは小さいようですけども、まあ、あの大事な変化ですね。まあ、先ほど始めのところで、あのポイントワイズっていうか、1点だけ返す。で、それはでもその画像の意味を全部、その1点で、像で全部画像を表現するのは本当は難しいんですね。まあ,あ、無難なのは、何々の写真だって言った方が、まだ意味技術には近いということです、ね。 で、まあ、そのビジョントランスフォーマットな大規模言語モデルのトランスフォーマット処理スタイルの結集を画像処理に転用したものなんですが、ね、クリップはもう少し深いところで大規模言語モデルの自材言語の意味理解の能力を画像に生かそうとしているように見えます。実際はもっと複雑というか、 いろいろ単純化されてるんですが、クリップのアーキテクチャを論文に即して見ていこうというふうに思います。まあ、この論文なんですね。これは、ね、ラソースイリアですね。イリアは長か優れてるん、ね、で、リアリストだし、何ができて何ができないかを明確に見分けてますね。変にイデオロギーでスローガンを作るというよりは、限界をきちんと見るという点ではイリアはとても優れてるというふうに思います。 で、コンピュータビジョンはあらかじめ決められたカテゴリーの固定セットを予測するように来るのは像、あるいは猫。で、これはカテゴリーしか返ってこないんですね。で、これを他のもののタスクに使うためには追加のラベル付きデータが必要なんですけれども、そうするとその汎用性と使いやすさ、来年専用の,あの場所だけ返すとか何をしてるかだけ返すっていうラベルを付けるのもめんどくさいですね。 で、画像に関する生のテキストから意味を直接学習しよう。で、それがナチュラル・ワングウェイジ・スーパー・ビジョン。で、目標としては、どの画像にどのキャプションが合うかを要求、予測するっていう。で、それをまず最初の目標だったんですね。で、そのインターネットから使用した4億の画像とテキストのペアのデータセットを作る。 で、それをあの学習させるんだという、あのそれはあのナチュラルランキングスーパービジョンで画像認識のタスクをいろいろ対応させるということですね。で、生のテキストが直接これはまあ改めてこのあの大規模言語モデルの方法論を確認して、まあ、これは成功してきた。 という。ただ、これ、言語においては成功した。で、という話。しかし、コンピュータービジョンのような分野では、イメージネットのようなクラベル付きのセットでモデルを事前学習するのが標準的な言い方。だから、これじゃうまくいかないんですね。ウェブテキストから直接学習するスケーラブルな事前学習方法は、コンピュータービジョンに何をもたらすか。 これはおそらくいろんなブレックスローをもたらす。まあ、ただ、ロムの際の意味では分かりますけど、やっぱりこれは難しいんですね。その計算量の関係で。で、まあ、だけど、あの、ともかく、あの、大きなデータセットを、ね、インターネットから作ろうという方法ですね。その研究をする。で、インターネット上で公開されている大量のこの形式のデータ、これはインスタだろうが、TikTok だろうが、画像と、 あの、短いテキストのペアって山ほどあるわけで、これを使って、あの、後で説明したすが、コントラスティブ・ラグウィッジイ・イメージ・ポレートレーニング。コントラクティブっていう、コントラスティブっていう方を使って、で、ナチュラル・ラグウィジ・スーパービジョンを使う,ってう。とそういうのが大きな方向として打ち出されています。で、これをいろいろやってですね、 でこのそうするとクリップが OCR 文字認識とか場所決め行動の認識その他のなタスクを含む幅広いタスクをこの学習中学習することを発見した。で単に像っていうカテゴリーが変えるってですねもはやないんですよ。でこれでしかも公開されている最良のイメージネットモデルを上回ることを示すことができた。 で、しかも、これは非常に眼見だという話をしています。で、クリップは画像エンコーダーとテキストエンコーダー共同で、共同でっていうか、ジョイントでしょうね。学習して、画像とテキストの学習の正しいペアリングを予想するという話をしています。で、この、まあ、あの、ま、いろいろ書いてますが、これもちょっと後で説明します。で、我々のアプローチの革新は自然言語に含まれる情報から、 企画を学習するって考え。これがだから何とも言っているナチュラルラングにスーパービジョンっていう考え方なんですね。これは全く新しいアイデアはないが、これは、あの、いろいろ用語も混乱してるけれども、あの、画像とペアになったテキストから企画表現を学習するっていうのは昔からあった。それも教師あり、教師なし、いろいろあり。 まあ表現様々だけど私たちはこの一連の研究に共通しているのは、使用されている特定の手法の詳細ではなくて、自然言語を学習の情報として評価していること。でここを注目しているの。これはあの、なかなか優れたまとめだというふうに思います、まあ。いろいろやってきたんだけれども、要するに自然言語をあのその画像の情報を売るための 情報として評価する。ということですね。これらの、これはだから全て、細かいとかみんな違うんだけど、ナチュラルなインスーパービジョンというふうにまとめることができる。で、まあ、これがいろいろメリットがある。まあ、要するにゴールドラベルっていうか、あの、可能性のうちかな、一個だけを選ぶっていうアプローチはないんだ。で、しかも、 それはインターネットに膨大に存在するテキストに含まれる情報からそのいろんなことを学習できるって話ですね。で、実際にどういうデータセットとどういうあの予測がクリップできるかのざっと見てみようというふうに思います。で、画像に行きスすことを訓練する大規模なデータセットをインターネット上に大量に存在するテキストと画像のペアから構築する。 で、それの上で、ナチュラルラングススーパービジョンによるテキストが与える画像の意味解釈、それが重要な役割を果たすようなシステムを作ろうということですね。で、クリップの,のあの訓練用データは、まあ今までのやつは MS の個々とか、ビジュアルゲノムとか、あの YFCC100M というのを、こういうのを使ってきたんだけど、まあそれぞれ 特徴があるんだけど、MS 高校。まあ、これは MS さんが作ったデータセットなんですけ、ね、ど、ゲノムにしたも100万枚のトレーニング写真。で、これ、小規模だって言ってますね。で、YFCC100M、1億枚の写真からなるって言うんだけれども、まあデータセットは結構雑で、で、英語のタイトルや説明文を持つ画像だけを残すようなフィルタリイングすると、 YMCC100M、100M 100じゃ1億じゃなくて、1500万円にシュミンクしちゃったって話を、これだとほとんどイメージで、ね、変わらないじゃないかって話をして、だからもうこれ作り直し、まあこれは代表的なデータセットのクラス、あのクラスって書いてあるそのカテゴリーの数ですね。で、トレインサイズ、クルネ用の画像の数、テストサイズをチェックするための。 やつですねこれを見ると、一番最後のイメージだったのは突出してますね。100カテゴリー、1000カテゴリー。だけど画像に1カテゴリーを当てるっていうアプローチなんで、で画像が線香のラベルでまとまるかっていうのは、それは疑わしい,い。それにしても、その、バ、ま、ッ、あ、クネスサイズは1200万枚ぐらい。これは巨大なデータです。ですから、 画像表、画像認識では、このイメージネットは有名なやつですね。で、これで、まあ、先ほど言ったように、あのー、まあ、こういうものをラブレツキーの利用できるデータセットは実はいくつかあるんだけれども、で、それは使わない。自分たちで4億枚、四組の画像とデータのデータセットを作った。で、それを、あのー、まあ、 WIT, WIT, と呼んでます。だから、この Web イメージテキスト。で、画像とテキストのペアを4個作って、それをあの学習に使ったということです。まあ、どういう性能を持つかをちょっと少しだけ見てみようというふうに思います。で、こういうやつですね。これは左の写真を、あの、いあのあの、これはだから、ソフトマックスの出力ぐらいだと思えばいいと思いますけれども、 これは圧倒的にこれはこの、あの、学科にある。ワカモーレ。で、これは僕知らないんだけど、食べ物だって。これは当たってますね。で、これは間違ってんだと思いきりで、この写真を見せて、これは無理なんですよ。これは、養成しようか、悪性しようか、判断しろって言ってんだけど、それはわかるわけね。これは間違ってますね。で、これも間違ってますね。この写真を見せてクリップは何て答えたかっていうと、 これはあの幸せそうな顔だって答えるんだけど、これは怒ってますね。悲しい答えは怒ってるようなんですよ。なんで間違うんですよこれは猫、ね、のように。これはまこれもですね、僕は無理だと思うんだけど、これはどこで撮られた写真ですかっていう。で、これはフレンチギアナで撮られたっていう。これは本当は、 あの、ベリーズで撮った人の、わかるわけねえじゃんと思うんだけど、これは似たような場所の写真をいっぱい並べて、これはベリーズかフレンチギアなかって言われるんこれは答えられますね。で、それは多分カントリー、あの、211ってのは多分そういうデータセットだったと思うんですが、それを、それも何もないままクリップで壊しても当たるわけないだろうと思うんです。これはでも面白いの。これ、あれですね。あの、 田舎のラインダンス。だからこういう動きがある。ビデオ、キ i n e k i x 700っていう、これいろんな動きのデータセットなんですがさ、これあの、クリップ強いんですよ。で、次、あ、次の違ったこれ後でも説明しますけれども、単なる像っていうカテゴリーを与えるんじゃなくて、動き。それはあの、ナチュラルライングリあの、スーパービジョンで言うと、動詞。 動詞が入った説明に対応する。これは単なるあの名詞のラベルじゃなくて動詞付きのやつは実はあのクリップ強いんですよ。これも当たってますけどね。これもあのモーターサイクル。で、これも当たってます。これも要するにあのテレビスタジオ。 で、これは間違ってますけど、これはしょうがない。左側のやつの、左下に、あの、フォックスコアレルって書いてますけど、これは本当は、なんだ、あの、リンクスっていう山根っこですかね。もう、それも、だから、すぐに答えられる。これも最近の動きがあるやつでもな、あの、これはビデオの撮った画像だと、その、バレーのスパイクをちゃんと当ててますね。 で、これ、もう画像悪いんだよ。サイバー100、サイバー、サイバー10とかサイバー100ンドこれは画像も悪いんですよ、もともと。16×16 16じゃなかったかな。ただ、あの、あの、ヘビーだって当てたこれは、あの、交差点です。これも当ててますね。で、これも当ててます。で、この辺もちゃんと、これもちゃんと、 これは数字ちゃんと認識できると思うと、えむにしと懐かしいですね。でも、それもちゃんと学習したんだと思うと、まあ、面白いところでもない。そうじゃないでガあ出てくるんですね。これは何やってたかよくわからないこれも飛行機の型を当ててるんですが、これも鳥ですね。カンガルーも当てます。これもボトル。これもチャーシューを当てるんですが、これはできますね。これも曖昧な例ですけども、ちゃんと、あの、ブラディって、 曖昧な図形を集めたデータ、9年のデータセットがあるんです、それちゃんと当ててますね。これが面白いんです。これは、あのー、158で、重症表示だと思いますけれども、これ、1五5 7だって、あの、エムニストの、あの、実行の数字の認識はちゃんとできてたんですけど、これもとできないんですよ。で、驚くべきことに、 この1157って間違えただけじゃなくて、上位5個の中に1個も158はない。これとても弱い、弱いですね。なんで弱いでしょう。だからこれはあれですね、Google なんかは、あの、Google、あの、自動車で道路標識や、あの、19表示、バンチ表示をずっと集めて、それは強いはずなんだけど、そういうのは、 まだ苦手ですねこれは面白いですね。これは正解を書いてるんですけど、何が面白いかっていうと、これは文字を与えてるんで。文字の画像。As a singular character study, it's perfect. あの時なキャラクターの研究としては、これは完全である。よくできてるっていうんで、これはあれですね。あのサンフォードのセンチメントツリーバンクっていう感情表現に振り分けるやつの学習セット。 のテストをあのクリップに食わせたんだと思いますけど、ちゃんと画像であの与えられたテキストをこれは教えると同じことだよね、しかもあのこれは映画の,あの肯定的なレビューだっていうのを、こままちょっと潜在能力高いかもしれないと一心思っちゃいますね。 で、こういうことはできる。そういう意味では画像とテキストの結合っていうのは、単に画像を与えてテキストを返すだけじゃなくて、テキストの画像をその意味を返すということをやってるんだけど、これはまあ、これ難しそうですねパ。パーマネントクロップランドとあのアニュアルクロップランドを区別しろって問題だけど、ね、できるわけにいっちゃって。あと、これは意外だったんですね。意外と弱点があって、 この写真を見て、あの、何個、あ、オブジェクトが何個あるかって、これどう見ても4個あるんだけど、3個って答えるんだよね。なんででしょう、うん。これはクラブアカウントっていう数を数える画像のデータセットがあって、そのテストを多くはせたものだと思いますけども、思いっきり間違ってますね。うん。だから賢いのか賢くないのかよくわからないのはところどころか。これはまあ、あの、あれですね、イメージネットの ジベリアンハスキー。ただこれフォトっていうね、も,うもそういうとこもちょっと引っかかって、これは写真といえば写真かもしれないけど、これはあれですね、あの、イラストがハスキーの写真とは違うもの、そういう判断もまあちょっとまだできてない。これは間違ってるんですけど、これはあの機種名を間違えた。 で、これは、あの、屋内の犬小屋。これもできますね。これは間違ったの。これもハミングバードの種類を間違えて。それは、まあ、専門的な識別の問題ですね。これもあれですね。間違ってますけど、そのドットパターンが、このテクスチャーの名前、これは僕もよく知らないんだけど、違うものを返してるっていうことで。この辺は、あの、アンチロープ、ちゃんと返してます。 これもあれですね、先ほどの交通標識弱いんじゃないかみたいな感じがしたんだけど、これはちゃんと、あの、赤と白のトライアングルの中の、エクスクラベーションマークの警告版、交通標識。ちゃんと、これは賢い,いな。なんか、だから、あの、万能ではないのは分かったと思いますけれども、ところどころ賢くなるんですよね。 で、この評価ですけど、まあ先ほど、まあ27個の昔からよく用いられた、これは個別の領域、個別のカテゴリーについて、まあちょっとイメージネットとかちょっと違うんですけど、大体その特殊な領域のラベル付けに基づいて、 たやつが多いと思いますけれども、僕のあのデータセットの名前みたい本当く相当好きです。27のデータセットのテストケースをクリックに壊した例を挙げているので、だいたい半分ぐらいで、その元のデータセットにいい成績を収める。だけど半分は負けてるんですよね。下のブルーのところは、あの、うまくいかなかった。 ヨーで四個,個の画像テキストを学習してもこんなものなんですよね。で、でゼロショットクリップ16セットで買って、で細かく見るといろいろばらつきがあって、で、まあ、いろいろその分析をしていますけれども、で、まあ、面白いのは先ほ自然言語がイメージな この、名中心のオブジェクト監視と比較して、動詞を含む視覚業務に対して、そのナチュラルラングメンス,スーパービジョンというのは、これは強いぞっていうのを <laughs> それは面白い。ただ、いくつかの専門的複雑または重要のタスクではかなり弱い。これらの結果は、より複雑なタスク向けの受け、ズラショットクリップの能力の低さ。ところがですね、人間はこの辺は強いんですよね。 人間はうまくやることが、たそうまだできていない。で、まあ、だけど、あの、人間が、例えば、リンパ臭の画像を不正化しようか判断しろってのを、ワンショットで、ゼロショットで学べったら無理ですん、ね、だから、あの、フューショット、まあ、複数の画像を提示して、いろいろ学ばせるっていう意味があるかもしれないけれども、ゼロショットで、 アクセス仕様の判断をチェックしていくのは意味不明じゃないかっていう。まあ、それを言われればそうですね。そういうことを言っています。だから決してデータの数をたくさん学習すれば賢くなっていくわけではないってことをよく知ってますよね。で、まあ、それは後でちょっとまとめたいと思いますけども、もう一つそのコントラスティブリレプレゼンティションラーニングという まあ、なんと訳しの対比的表現学習の話をしようというふうに思います。で、これはクリップロン文の selecting an efficient プレートレイグメソッド。効率的なプレトレーニングの方法を選ぶという手法に、説ですか。 あの、詳しく書いてあるんですけど、要するに、最先端のコンピュータビジョンとは非常に大量の計算を使用します。先ほどの Windows ライディングもそうです。まあ、それをアテンションにしたって、それは見かけが変わってるけれども、それは、ある意味、あの、総当たりでやっていくわけなんですけど、例えばレレ、レズネットあの、レ e ネクスト、レ r ネットだと。まあ、いいや、それは、あの、 GPU、19個の GPU を1年間回して学習させた。Z たちのノイズ・ストレントエフェ・エフェシエント・ネット。これも有名なあのデータセット。これも g p u これは Google のチップですね。これも33個1年間分回して学習に成功した。で、これはでもいずれもイメージネットというのはあのカテゴリーが1000個。 1000個って多いと思うかもしれないんですが、1000個しかないんですよ。1000個のあの、あの、カテゴリーの学習のために、実は GPU を19年、あるいは TPU をあの33年、あの、回す。で、そういう意味で自然言語から視覚概念のオープセットを学習を足すか困難であるように見える。だから、その、いい訓練法を探さなきゃいけないっていうことですね。 で、いろいろやってみたんだけれども、ナチュラルラウェイジス,スーパービジョンのスケーリングを成功させるためにも、学習効率が本質的に重要なんだ、ということを言っています。それで、学習効率を、あのー、高めるための事前学習法を選択する、ということを述べています。で、最初はですね、画像のキャプションを予測する。 ということを、その、クリップでやろうとした。しかし、この方法を効率に拡張することは困難であった。だからこれもキャプション予測を諦めたんですよ。で、で、まあ、次にやったのは、キャプションというのは、要するに、あの、この画像に対応する文章ある意味、ちゃんと文章として正確に予測しようっていうやつを、あの、これは難しい。 で、次にやったのは、文章じゃなくてもいいから、バグボアズ。あの、文章の中に出てくる語のバグ、集合をですね、それを予測する。で、それに切り替えたら、そのキャプションの正確な文章を予測するよりも3倍早くイメージネットのクラスを確証できた。だからキャプションをやめてバック、バグボアズまずしたんですね。で、これらのアプローチは、あの、 まあこの2つ。1つはキャプシンを成確の要素。もう1つはバグ・オブ・ワーズで、ね。これは共通点があって、あの各画像に付随するテキストの単語を予測する。これは、ただ、これも難しい。画像と一緒に起きるのは、いろんな説明は多様にありうる意味し、コメントや関連テキスト、これも様々ある。それを、たとえバグ・オブ・ワーズに 目標を下げても、これは困難だという判断をするんです。<laughs> この辺は割り切りというか、も、ま、う、あ、実は難しいんですよね。で、ここでやろうとしたのは、スケーリングは、あの、これは後の,その論文の6章の中に出てくるんですけれども、スケーリングは着順性能を向上させていて、あの、改善の道を示しているが、 でこのゼロシャットのクリップが最先端の性能を到達するためには約1000倍の計算の増加が必要であると推定される。これは現在のハードウェアでは訓練不可能であり、クリップの計算効率のデータ改善を改善するためのさらなる研究が必要である。で、確かにスケーリングさせる、データセットを大きくするというのは性能を向上させる一つの道なんだけれども、その道に向かって進んで、 で、最先端の性能を到達するためには、今の計算量の1000倍必要だっていう見積もりをしています。だからで、あのまあまあ、先ほどの,あのインダック・バイアス・フリーのデータを増やせばいいんだっていう性能が上がるんだっていうのは、現実的な計算量の壁があるってことですね。 で、こういうあのクリップのアプローチだとあの、それで性能を出そうとすると。まあ、だから、バグオブ、あの、センタあ,あの、なんだ、あの、キャプションを諦めて、バグオブワードにして。それでも、なかなかで、今のハードウェアでは来るのは不可能だっていう話をしてる。で、その、クリップはまたデータラーニングのデータ効率の悪さにも対処していない。その代わりにクリップは、 何億の学習例に拡張可能な回想これはあれですね、ナチュラル・スーパービジョンですね。自然言語の意味を回想として作る,することで補っている。で、これも面白い計算でしたけども、クリップモデルのトレーニングに戻れる全ての画像が、これは4億枚あるわけですね。1秒に1枚の割合で提示された場合に、まあエポック、やっぱ 繰り返して訓練していくわけですけれども32エポックを繰り返してみるとすると128億枚の画像を反復しなきゃいけない。でそうするとですねあの、まあ、これは要するに4億化の画像に対して32エポックだからあの4億かける32ですねこれは128億枚になるんですけどこれを1秒に1枚計算したとしても405年かかる。 だからデータの拡張っていうのは魅力的な未来に見えるんですけど計算力から見ると、あの、非常に大きな壁にな、現実的には壁になるという話です、ね。もこの辺がだから、イデアのリアリズムっていうか、あの、スケーリングには実は限界があるんだっていう話をしてるんです、ね。で、それに代わってですね、あの、コントラスティブレプレゼンションラインっていうのが、あの、持ってきて、 で、これが実は、あの、性能が出る。で、これを使おうっていうふうに、画像とテキストの関係では3番目の、最初はだからキャプション、キャプションを作ろうとしてる。それでも、それで、バグオブワーズにしたら3倍効率が上がった。でも、それでも、なかなかうまく効率が出ない。それで、このコントラスティブ、コントラスティブレプレゼーションラーニングの切り替えたら、 でどういうことかこれは、まあ、コントランストの説明では実はないんですも、ね、うあのテキスト全体がどの画像とペアになっているかだけを予測して、そのテキストの正確な単語は予測しないというタスクを代理に立てた。それを解決するシステムとしてクリップを作った。で、まあだから、あのこれを目標、要するに正確な単語は予測しない。 ただそのテキスト全体がどの画像とペアになってるかだけを予測するというような目標を入れ替えたら、で、4倍効率が上がった。この図なんですけれども、あの一番下のブルーの線が、あのトランソーマーのラングエッジモデルでキャプションを予測しようってやつ。これであれの性能は上がらない。それをバグボアーズにしたら、オレンジの線ですね。3倍効率が上がった。さらにそれをコントラスティブな要するに、 単語のも、あの、予測はしない。だけれども、あの、ある文とある画像のペアになっていることは確認しよう。というやつ。それがグリーンの線なんです。そうすると、あの、バグオブバーズよりも3倍効率がある。で、最初のだからキャプション予想よりは12倍早くなる。これでいこうということなんですね。 で、まあ、だから先ほど、それでもしないと、やっぱり難しいんですよね。で、だから、あの、クリップというのは、長さ N のバッチがあったときに、クリップはバッチ全体で可能な、画像とテキストのペアは、だから N 個、テキスト、画像とテキストのペアがあったら、N、N×N、N の事情があるんですけどそれ、実際にどれが発生したかを予測する。 テキスト全体がどの画像と次になっているかだけを予測して、もうテキストの正解の単語を予測しない。で、これを行うために、クリップは画像エンコーダー、テキストエンコーダー共同で訓練することで、マッチ内の N 個のタルシピペアの画像とテキストの、あの、エンベディングの類似度を最大化する。だけど、残りの部分は、それはだから N 個は最大、あの、一番近いもの。 だけど、あの、全体で N 字を書るうち、で、N 字を書るその N を取ったもの。N 字をマイナス N か、みんな不正確なんですね。不正確なペア。それは、類似度を最小化する。これがコントラスティブコント。ラスティだから、近いものは、あの、その類似度を最大化するようにして、あの、違うものは、ますます違うようにする。で、これが対比的な学習。 で、ここで注意してほしいのは、最初のペア、最初のエンベディングは、だから、あの、あれですね、あの、普通の特徴エンベディングだと思っていいんですが、それは特徴空間に埋め込まれてるんですが、ここで、あの、操作されてるのは、その表現のエンベディングってやつで、あの特徴空間からその、その表現空間に転換するときに、似たものが近くに、 違うものはどんどん離れるように変形して埋め込むって。それを表現空間という呼んでる。あの、あのエンベディングが2種類あるんですよ。特徴エンベディングと、それから表現エンベディングで。特徴エンベディングから表現エンベディングするときに、似たものはどんどん近くなるような空間にエンベディングする。で、違うものはとことん離れるようにエンベディングすると、その表現空間ってそういう意味で非常にメリハリの効いた。 判別のしやすい空間になって、そこで学習するっていうやつ、ね。こういうのはコントラスティングリプレゼーションライン。これを使おうっていう話ですね。これがコントラスティング。コントラストを明確にして、表現を学習する。表現というのは単にフューチャーのエンベディングじゃなくて、あの表現のエンベディングを別にするん。ここが距離、あの、あの、 離れたとか近いって言ってますから、その軽量空間として、長さ、距離が定義された空間にもう一度埋め込み直す。で、それを使って学習しようっですが、コントランスト。まあちょっと説明不十分なんですけど、ね、それに、まあクロスエントロピーを定義して、学習してで、これはですね、あのー、これはア ITP が、あのー、2、3年前だったかね。非常に、あの、総括的、包括的な、 レビューをしたので、これをぜひ読んでいただければいいというふうに思います。表現学習というのは、生の入力データから特徴ベクトルやテンソルのパ,トパラメトリックマッピングを学習するプロセスです。多くの場合、入力領域は高次元の空間を持ち、エンコードされた表現、より低次元の対応対象です。あの、要するに、イメキナッにラベリングというのはもう、一次元。 1>, 1次元じゃねえな、0次元かな。要するに、ポイントワイズに 1, 1つにバッテングしたんですけども、そうじゃなくて、ま,あ、まずともかく特殊空間、特殊エンベンそれはすべて、もともとあるやつの高い次元を、次元を減らして、で、高次元の入力を低次元の表現に変更するんだけれども、で、これはいろんな方法がある。 で、何をもって良い表現とするかっていうのはいろんなあの考え。これもなかなか面白いことを言ってるんですが、これはまた後でまた説明できたらというです。で、ディープラーニングの表現で優れているのは分散表現。で、そのサイズに対して指数関数的な量の構成を示すことができこれはポイントワイズじゃできない。一つだけ表現がな,ないのまずできないです、ね、で、まあ一つだけってはワンホットロー。 エンコーディング、ワンホット。要するに、ソフトマックスで一番高い値だけ一個取って、それを表現する。で、これはダメだ。それは表現力がない。で、だから分散表現して、次元件表現すると、いろいろ、指数関数的な、あの、意味の広があの、量が広がりに対しても対応できる。それから、抽象化と不変性。で、優れた表現は、入力データの小さな変動や曲線変化に対して不変な、より抽象的な概念と言われる で、入力データがちょっと変わっても、ある部分が変わるこれは先ほど CNN の、まあ、こういうのは、だからインダクティブバイアスと言ってもいいのかもしれないですね。で、それに対して不変なもの。で、ちょっと変化しても変わらないものが表現なった。これはとても大事なことですね。それから、優れた表現は、できるだけ多くの要素を補足して、できるだけ少ないデータを捨てる。 でも、各要素はできるだけ分離される。なかなか難しいことを言っても、そのぐらい言ってることはわかりません、ね。で、学習システムのそのフィーチャーの再利用を促進するだけじゃなくて、それうううに分離されてるってことは、あの、それが説明する際にも有用で、でそういうのが優れた表現なんだ。という話。で、ただそれは、あの、表現を多分2段階、そのフィーチャーのアンメディングとリプレゼント、表現の あの、エンベディングを分ける。で、表現の、あの、エンベディングの、その、それもう軽力感での、距離の関係が明確に示されていて、かつ、あの、近いものは、同じものは、できるだけ近くまとめる。<laughs> 歪んだ写像かもしれないですけど、ちょっと違うものは、みんな遠くへ行くようにあの散らかす。で、それで、メリハリの効いた、あの、 学習ができる。それはコントラクティブ、コ,コントラストですね。コントラストティブラーニングだということです。で、直感的に対比的学習、表現学習というのは表現、比較によって学習する。あるラベルへのマッピングを学習する識別モデルや入力サンプルを再構成する生成モデルとは異なって、対比的学習は入力サンプル間の比較によって表現が学習される。 比較は似ている入力の正のペアと似ている入力負のペアの間で行う。で、目標は簡単で、似ているサンプルの表現は近くにマップこれは表現空間、あの、要するに計量空間の中での最終的に、フィギュアのエンベディングじゃないんです。それをもう一段階変形して、その表現のエンベディングを作って、その空間の中では似ているサンプルの表現は近くにマッピングされるべきで、 似てないサンプルは遠くにングされる。がって、似てるサンプルと似てないサンプルのペアを対比することで、肯定的な似てるペアの表現が引き寄せられて、否定的なペアの表現は遠くに押し合うん。こういうイメージで考えておるそういうふうにあの圧力をかけて、あのエンペリングを変形させると、学習が進むっていう話だというふうに思います。 で、まあ、これも、まあ、類似動分布っていうのをま、まあ、この辺の話はちょっと、あのー、細かい話なんですけれども、まあ、こういうのがいろいろ、あのー、こういう対比的な表現、学習フレームワークっていうのは似てるもの、左側のが似てないもの。真ん中は普通の分布ですね。で、右側のが、あ,のあ、違う、左側がポジティブキー、似てるものを1個選ぶ。で、右側、 真ん中はそのままですけども、あの、右側はネガティブ。似ない。こっちの方が数が多いはずですね。それをもう一回、こう、し直して、ヘッドで正規化して、で、それで、あの、学習する。というふうに、フューチャーをそのまま、あの、学習に使うんじゃなくて、フューチャーエンベディングをさらにこうい似たものと似てないものへ、こう、歪めた形で、ってか、あの、対比が、あの、強力に、あの、はっきりするような形で、 あの、エンベディングをし直して、近いものは近く、違うものはどんどん離れていくっていうような空間に埋め直して、そこで学習していくんですが、対比的表現学習フレーム。で、この図式を見たことですね、実は、これは、あの、エンコーダー、これ、三種類ありますね。で、似てるものにしない。これと、まあ、同じようなことなんです。これはですね、あの、その対比的、 表現学習の一つの例として出てきた例なの。これは何をしてるかっていうと、画像と音の対応ですね。これはギターとギターのこれは何でしょう。笛と笛の音っていうのがあって、で、音はオーディオのエンコーダーにかかるし、イメージはイメージのエンコーダーにかかってて、それがそれぞれ、えっ、ー、と、まあ、ギターの画像とギターの 音は近い。で、あの、ポジティブペアをつく。で、笛の音は、笛の絵と笛の音は近いものはポジティブペアをつく。で、それ以外は全部ネガティブペア,ペアに、あの、レプレデーション、表現空間では分離していく。で、こういう使い方もできるんですね。これはでもまさに、あの、例は違いますけれども、テキストとテキストの あの、対応する画像を、あの、表現する。というのと同じですね。だから、イメージのエンコーダーと、あの、画像あの、テキストの場合だったらテキストのエンコーダーが2つあって、それのポジティブペアとネガティブペアを作って、表現空間を作っていく。メリハリをつけた表現空間で、そのメリハリを使って効率的に学習する。これはでも、考えようによっては、マルチモーダルな あの、AI の学習法に、このコンストラティあの、コントラスティブっていうのが使えるっていうことを、ある意味、示唆して、実際にそうなんですけど、ね、だから、クリップが、コントラス、あのー、コントラ、スティブ、どうんなコントラスティ,ブ <laughs> ううのスティブなあの手法を使ったっていうのは、ある意味、こういうマルチモーダルへの対応という意味から見ても、実は同じ、あの、必要なことなんです。 イメージとオーディオ、あるいはイメージとテキスト、それぞれのエンコーダーのポジティブペアとネガティブペアを作るような表現空間を作って、そこの表現空間で学習をした方が効率的に学習できる。その意法です。まあそういう意味では、このクリップの C の部分、コントラスティック、プレゼンテーションライニングというのは、マルチモーダルの AI の学習には向いてるっていう話に繋がっていきます。まあ、これはまた、あの、膨大な文献がありそうなんで、また別な機会にきちんと説明できたらというふうに思います。これはだから、マルチモーラルとコントラ、コントラスティブレプレゼンショナルが結びついていくっていうことですね。国はそういう意味ではそういうやつの、あの、そういう のスキーマを採用したってことだけ今回はお話しして終わりにしたいというふうに思います。じゃあ今日はこれで終わりです。どうもご苦労様です。